むかしむかし、ヤナトの神々が集う都に、怠け者の北条神、サクナ姫様がおわした。とある失態から主神のお怒りを受けたサクナ様は、人の子らと共に鬼どもが支配する日の江島の調査を命じられる。和風アクション RPG 天水のサクナ姫、農具を武器に鬼退治、伸縮自在の羽衣で縦横無尽に立ち回り、華麗な武器で立ちふさがる強敵を打ち倒す。北条神であるサクナ様は米の出来によって強くなられる。心を込めて一つ一つ丁寧に米作りを行い、より良い米を収穫すれば、サクナ様は大きくお育ちになるのじゃ。さらに作った米や集めた食材で料理をすれば、サクナ様は普段以上の力を発揮なさるであろう。また道中で素材を集めて農具を作れば、農作業を楽にしたり、より強力な装備として用いることができよう。探索と稲作を繰り返し、日の江島で鬼退治。米は力だ。稲を育てて強くなる和風アクション RPG 天水のサクナ姫、11月12日発売。彩色画集がセットになった豪華限定版もありますぞ。